アデア軍は、アメリカ合衆国のオクラホマ州にある軍。2000年時点で、の人口は2万1038人で、軍庁所在地はスティルウェル。軍の名は、チェロキー族のアデア家にちなんだものである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1494平方キロメートルである。このうち1491平方キロメートルが、陸地で、 4平方キロメートルが海や湖などの水域である。総面積のうち0.24%が水域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、アデア軍には21,038人、7,471世帯及び5,565家族が暮らしている。人口密度は14平方キロメートルで6。 平方キロメートルの平均的な密度に8348件の住居が建っている。この軍の人種の構成は、白人48.52%、黒人0.18%、先住民42.49%、アジア系0.10%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種1.25%、 および根結7.45%で3.12%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍民の88.7%が英語、8.8%がチェロキー語、2.3%がスペイン語をそれぞれの母語としている。アデア軍に住む7471世帯のうち37.30%は18歳未満の 子供と暮らしており、57.10%は、夫婦で生活している。12.90%は、未婚の女性が、世帯主であり、25.50%は、家族以外の住人と同居している。22.80%は、独居で、全世帯の9.80%は、65歳以上の、独居老人世帯である。 一世帯あたりの平均人数は2.76人であり、家庭の場合は3.25人である。軍の住民は30.30% 30が18歳未満の子供で、18歳以上24歳以下が8.90%、25歳以上44歳以下が27.20%、45歳以上64歳以下が21.60%。 および65歳以上が12.00%となっている。平均年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は9 7 2 0 2似て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.402いる。軍の世帯ごとの平均収入は24,881ベードルで、家族ごとでは29,525ベードルである。 男性の23,741ベードルに、対して女性は19720ベードルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は11,185ベードルである。総人口の23.20%、家族の19.40%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の28.20%。 および65歳以上の23.70%は貧困戦以下の生活を送っている。アデア軍の地図アデア軍では、下記の地点がアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録されている。ありがとうございます。